はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の草浦です。それでは2級 FP AFP 養成講座不動産1の講義ユニット1、不動産の権利を始めます。この講義はですね、当然のことながら皆様方に、2級 FP AFP に合格して、いただくためのものです。試験はですね、やはり取材頻度の高いところ、もう毎回のように取材されるところ絞られてきますので、そこのところを中心にですね、講義の方は進めてまいります。講義中に大事だよとお話しするところはしっかり、頭に入れて、勉強していただければと思います。それではね、早速講義の方に入ってまいりたいと思います。まずはですね、第1章不動産の基礎知識というところですね。ここは出題頻度高いというところではないんですけれども、やはり実務におきましても AFP としてはですね、お客様からの質問等でいただくところがありますので、そこを中心にお話をしてまいりたいと思います。じゃあまずですね、1ページ目お開けいただきまして、不動産とはというところですね、こちらをちょっとお分けいただければと思います。で、皆様方は普段ですね、当然不動産携わっていらっしゃらないと思いますので、なかなかイメージが湧きづらいところではあると思うんですけれども、やはりこの特性ですね、不動産の特性はちょっと押さえていただきたいところでございます。でまずはですね、資産としての特性というところですね。個別性が強く公共性が高いと、これは一体どういうことを言ってるかというと、当たり前の話ではあるんですけど、どんなに、似た土地があったとしても全く同じものは当然存在しないわけですね。でポイントとしてはですね、ここのところ下から3行目をちょっとしっかり押さえてもらいたいんですけど、土地は国民の共通資産としての高い公共性があり、不動産の運用や取引には関係する法令によりさまざまな規制が設けられていると、ね。どういうことかというとですね、公共性が高いというところはですね、例えば皆様方が土地を所有していらっしゃるとしましょう。ね、で皆様方はその土地にですね、どうしても自分はそこに映画館作りたいとお考えになったとしてもですね、都市計画法や建築基準法、いろんな規制がございますので、その場所には映画館作れないということもあるわけですね。ですからそれ、そういう関係のことをここでね、表していまして、公共性が高く規制されてるんだよという形ですね。まずここを1点、押さえていただきたいと思います。じゃあ次はですね、5ページ次のページ開けていただきまして、複雑な権利関係が成立すると、ね、いうとこですね。でここはですね、どういうことを言ってるかというと、後で試験ポイントにもなるんですけれども、誰が所有してるとか、ね、そういう権利関係はですね、この不動産の登記、これで確認をするという形になりますね。で不動産登記は非常に試験的にも大事ですし、実務的にも、ね、登記というものを理解していただかなきゃいけませんので、この不動産登記は後で、もう一度細かいご説明をしたいと思います。ですから3番目のですね、価格が分かりにくいというところですね。で不動産はですね、値段が非常に捉えにくいと、ね、どういうことかというと、例えば不動産、自分が持ってる土地いくらで売れるのかなと、ね、思った時にですね、例えば宅地建物取引士にですね、この土地いくらで売れるかちょっと値段出してくれませんかと皆様方が仮に、ね、ご質問した時に、10人の人に尋ねますと、極端な言い方すると10通りの値段が出てもおかしくないと、ね、いろんな条件によってですね、価格が異なってくるので、
まあ、試験的にもし出るとするとですね、非常に不動産の価格は分かりやすいという、まあ、誤り問題の可能性はありますから、そこはちょっと覚えておいてくださいね。非常に、値段が出しづらいのが不動産の値段だということですね。でその次のですね、投資運用対象としての特性、3つございます、ね、まずはこの収益性。不動産の収益はインカムゲイン、まあ、賃料収入ね、まあ、簡単に言うと、まあ、アパート経営、マンション経営、賃貸で経営するときにですね、入ってくる家賃収入のことをインカムゲインと言いますね。で今度はそのアパートなりマンションなりを売却する場合、これがキャピタルゲイン、まあ、売却益ね、まあ、この2つで成り立ってるんだよとね、いう形、まあ、ここはそれだけご理解いただければよろしいかなと思います。で安全性に関しましては、まあ、結論から言うと、この下に一番下に書いてある比較的安全性が高い資産ね、まあ、これはですね、考え方ちょっと気をつけてもらいたいのは、まあ、例えば皆様方が上場している会社の、ね、株式をお持ちだとしましょう、ね、まあ、東証一部の株式をお持ちだとして、まあ、株はですね、まあ、その会社が、まあ、ある日突然、倒産してしまったりするとですね、まあ、ほとんど紙くず状態になってしまうぐらい値段が下がりますね。それに対して土地はですね、まあ、一晩経って急にゼロになるということは当然ないわけで、まあ、そういうものに比べれば比較的安全性が高いと、ね、ですからまあ値段が下がらないという意味では当然ございません。で最後の流動性、まあ、これが一番試験の可能性があるところですので、どういうことかというと、流動性はですね、もう一つの言葉で言い換えますと換金性と言いますね。つまりお金に買いやすいかどうかという意味が流動性です。で結論はですね、流動性が低い資産、ここしっかり覚えておいてください。なかなか不動産はですね、お金に買いづらい資産だよとね、ここのとこだけちょっと伝えておいてください。はい、それではですね、次、今度は6ページをお分けいただきまして、不動産のね、この定義というところをご説明します。でまあ、不動産は当然のことながら土地と建物ね、これに分かれますけれども、まず土地で気をつけていただきたいところね、登記簿上の分類と、まあ先ほども言った通り、後でこの不動産登記ね勉強しますけれど、まずここでもちょっと覚えておいてもらいたいのは、不動産登記表において土地はその土地の主な用途により23種類の地目に分類されるとね。これ地目という言い方します。なかなか聞き慣れない言葉と思いますけれども、ここに書いてあるね、例えば地目が畑だったり田んぼだったり畑だったり宅地だったり、まあ、いろんな、ね、23種類の種類があるということです。で試験的にはですね、ここちょっと気をつけておいてください。地目は登記簿上の表題部に記載されるが、土地の現況と必ずしも一致しないと。ね。ここが試験に出る可能性がございます。例えばですね、登記簿上の地目が畑という地目になってたと。ね。ただし現場見に行ったらですね、現況にその土地にですね、建物が建ってると。建物があると。ね。そうするとですね、これは建物が建ってるということは宅地なわけです。ね。ですから登記簿上は畑であっても現況は宅地であるということがあり得ます。本来は、ね、一致しなきゃいけないんですけど、必ず一致しているという試験出ましたらこれは×になりますよ、ね、地目と現況は必ずしも一致しません。ここだけちょっとしっかりねポイントとして押さえておいていただきたいと思います。はい、それではですね、今度は次の7ページ開けてもらいまして、今度はですね、この権利関係による分類という3番のところ、ちょっとここはご説明しておきましょう。ね、でまずですね、この1番、これ、さら地と読みます。さら地、ね、で。あまり難しく、まあ、覚えることはないと思います。何も建ってない、いわゆる空き地みたいな状態ですね。でここに書いてある建物や使用収益を制約する権利がないと。ね、
つまり後でこれも勉強しますけれども、その土地に抵当権なんかがついてますと、これは制約する権利が出てきちゃいますんで、まあ何にも立ってない、何にも権利関係を制約するものがないもの、まあこれが更地ですね。それに対して建付地というのは建物が建ってる土地ということでよろしいかと思います。で、試験的にもですね、ものすごく大事なのがこの3番の借地権。今日これから何回も何回も出てきますけど、これは非常に重要な試験ポイントですから、しっかり覚えてくださいね。他人の土地の上に建てる建物の所有を目的とするその土地に関する権利を言い、借地借用法により定められているとね。で、この借地借用法も後で大事な試験項目として出てきますから、そこでもう一度勉強しますけれども、ここでちょっと気をつけてもらいたいのは、例えば皆さん方の中にこの駐車場だとかですね、あと、まあ、家庭菜園なんかもそうなんですけど、駐車場で土地を借りてるとね、まあ、地主さんから駐車場として土地を借りてると、これはですね、借地権ではありませんよ、ね、なぜかというと、今ここに書いてある勉強した通り、土地の上に建てる建物の所有を目的とすると、ね、駐車場は建物を建てるために借りてるわけじゃないので、これは借地権になりませんね。だからいくら土地を借りてると言っても、あくまで建物を建てるために土地を借りて初めて借地権という定義が当てはまります。で、後で勉強するこの借地借用法という法律をね、しっかり勉強してもらうようになります。で、これはですね、4番目はこれ底地と読むんですけど、これはどういうケースかというと、先ほど言った通り借地権で土地を貸してると、ね、地主さんの方が、その時の地主さんの権利のことを底地と言います、ね。まあ、ここでは特に、それほどしっかり、ね、覚えることもないと思いますけれども、借地権で貸しちゃってる場合の地主さんの権利のことを言います。ここをしっかり3番の、ね、借地権を、まあ、後からも何度も出てくるんですけど、しっかりまずは確認をしてください。はい、それではですね、今度は8ページ開けていただきまして、建物の方ね、ちょっとご説明します、まあ、さっき土地が地目という区分をするよと言いましたけど、建物はですね、ちょっとここに明示がないんですけれども、この種類という区分けになります。これはちょっと一点覚えておいていただきたいと思います。土地が地目に対して建物は種類です、ね。まあ、ここに書いてある居宅だ店舗だっていろいろあるんですけど、種類という区分になります。で、これもですね、覚えてもらうことは次の9ページのとこの先ほどと同じなんですけど、権利関係による分類というとこですね。この図表の1の5を見てもらうと、まあ、所有権、まあ、これは別に難しくないです。自分でも所有してるね、まあ、分譲マンション購入したとか一戸建て購入したと、まあ、当然自分の権利、これ所有権ね。で、こちらの方です、賃借権かっこ借家権と書いてありますね。所有ではなく賃貸借されている場合の権利だよとね。で、これも具体的に考えれば何の難しい問題もなくて、この賃借権借家権、つまり A さんというのはアパートだとすると土地のオーナーさんですね。土地を所有してて建物のアパートを所有していると。で、この B さん C さんのことですよ。つまり、入居者という形です。家賃払って住んでる人ね、これが借家人という形で、賃借権という権利があるよということですね。まあ、これはもう見ればわかるとこだと思いますけれども、後でもう一度先ほど言った借地借家法というところでね、借家権の権利もちょっと覚えていただかなきゃなりませんので、まあ、そこだけちょっとね、後でもう一度ご説明したいと思います。はい、それではですね、今度は12ページちょっとね、ページ飛びますけど、12ページちょっとお分けいただいて、土地の上に成立する権利というね、いうとこです。まあ、所有権は先ほど言った通り自分のものということで、まあ、別に難しく覚えることもないと思いますね。で、問題は先ほど言ったこの借地権、またまた出てきました。今日2回目ですけど、ここしっかり覚えていただきたいと思います。まあ、先ほど言った通りね、借地権の定義としては、
建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権を言うと、ね、で後で勉強する借地社会法という法律に規定があるんだよということです。で先ほどから勉強したところで今回また出てきた大事なポイントはこの地上権という権利と賃借権という権利の2種類あるということです、ね、でまず1番目はこの地上権、まあ、地上権の説明はここにも書いてありますけれども、地上権は物件であるためその譲渡転貸に土地所有者の承諾は不要であると、ね、もしこの地上権という権利で土地を借りている場合は実はですね借地権って売ることができるんですよ、ね、で転貸というのはまた貸しですね、これもできます。でこの売ったりまた貸しするときに地主の承諾がいらないと、ね、つまり勝手に売ったりまた貸しすることができるというものすごい強い権利が地上権です、ね、それに対して実はこちらの方が圧倒的に多いんですけど賃借権、ねこちらの方の権利は土地の賃借権は債権であるため原則として譲渡転貸には土地所有者の承諾が必要になった、ね、つまりもし賃借権の場合はその借地権を売るとかまた貸しする場合には地主の承諾がなきゃダメだよと、ね、こういうルールになってます、まあ、こちらの方が今言った通り非常に多いんですけど地上権と賃借権の違いは試験のポイントとして主題の可能性があるところですからね、ちょっとここは押さえておいていただきたいと思います。はい、それではですね、今度は13ページの方建物の方ですね、まあ、これも先ほどと同じような話なんですけど、まあ、所有権は自分のものということでいいと思うんですけどこの借家権ね、家賃払って住んでる賃借権の場合ね、でこれも建物の賃貸借は借家権として借地借家法が適用され借地借家法の保護を受けると、まあ、簡単に言ってしまうと家賃を払って住んでる入居者はですね、まあ、借地借家法という法律によって守られてると、ねこういう取り扱いになってます、まあ、何度も言いますけど後でもう一度借地借家法が出てきますので、まあ、そこでね、お話をしたいかと思います。はい、それではですね次の14ページを開けいただきましてこの抵当権ですね、まあ、抵当権、まあ皆様方の中でね、まあお金の取り扱いのお仕事してる方とかねそういう方はまあ詳しいかと思いますけど、まあ、抵当権、まあ言葉としては聞いたことあるけど一体どういうものなのかなとね、ちょっとあまり理解してない方いらっしゃると思います。まずはね定義を説明したいと思いますけれども抵当権とは何ぞや。抵当権とは債権者が目的物の引き渡しを受けずに債務者の使用収益に任せながら債権の弁済がされない時にはその目的物から優先して弁済を受ける権利を言うと、ね、もうちょっと具体的に噛み砕いて言いますとまあこれ債権者というのは銀行だと思ってもらうとね一番分かりがいいかなと。例えば皆様方がね住宅ローンを、まあ、銀行からお金を借りるケースをちょっとイメージしてもらうと銀行が目的物の引き渡しを受けずってことは住宅ローン組んで住む方、ね、当然自分の家は自分で使うわけで、ね、銀行が引き渡しを受けるわけでも何でもないということです。ね、で債務者、まあ、これが皆様方住宅ローン借りた方ですね。の使用収益つまり住んでる方がそこを利用してで債権の弁済がされない時というのは簡単に言うと返済ができなくなってしまうってことですよ、ね毎月毎月決められた金額の返済が何かの状況でできなくなってしまった場合その目的物つまりその土地と住宅を売り飛ばして優先して弁済を受ける権利を言うとね。まあ、簡単に言うと銀行は安心してお金を貸すためにその土地や建物に抵当権をつけるんだと、ね、で、もし返してくれなかったら売り飛ばしちゃいますよと、まあ、こういうルールになってるよということです、ね、まあ、それの具体的な説明が下にも書いてあります。
金融機関が債務者に住宅の取得資金を貸す代わりに土地や建物を担保に取る場合などが挙げられると、ね、でそのことがですね下のちょっと図表の 1-8 にも、ね、図に書いてありますんで、まあ、簡単にご説明をしますと、まあ、ここは土地しかちょっとないですけどね、まあ、住宅も含めて住宅ローンの場合、まあ、同じく土地も建物も抵当権をこうつける、ね、形になるわけです。でその時に債権者銀行は、ね、お金を貸してこの土地や建物に抵当権つけると、ね、で住宅ローン組んだ債務者が当然これで返済をするわけなんですけど、返済ができなくなったら先ほど言った通りこの土地や建物は強制的に売り飛ばして銀行は資金回収をすると、まあ、簡単に言えば安心してお金を貸すために銀行は抵当権をつけるわけです、ね。まあ、これは先ほど言った説明の図ですからある程度ご理解はいただけるかなと思います。で、あとですね試験的にちょっと気をつけといてもらいたいのは先ほどの最後の2行なんですけど、抵当権は債権者と債務者の合意だけで成立するものであり書面の作成や登記は不要であると、ね、ちょっとこの言葉は難しいかと思いますけど、抵当権の成立要件という考え方ね、どう何をもってして抵当権は成立するかというと、あくまで銀行とお金を借りている方の合意だけで成立してしまうものであって、まあ、書面を作ったり登記することはその成立要件じゃないよということです。ただこれ実務的には必ず書面も作るし登記もするんですよ本当はね。ただし、成立要件としてはということで考えるとこういうルールになってますから、ここはちょっと気をつけておいてください。で、あとですね3番目の抵当権の効力なんですけど、2行目ですね、同一の不動産の上に複数の抵当権が競合する場合の優先順位は抵当権の設定登記をした順番により決まると、ここはちょっと簡単にね、説明しておきたいと思います。どういうことかというとですね、例えば、まあ、A さんという方が土地をね、お持ちで、まあ、時価3000万円のね、価値の土地をお持ちだとしましょう、ね、で A さんは今までサラリーマンやってたんだけど今度自分で会社を起こしたいと、ね、独立事業を起こしたいと、で当然会社を起こすにあたってはまあ、お金がいるわけです、ね、ですから A さんはまあ、ここで B 銀行にですね、会社の資金として1000万借り入れがしたいと申し込みをしたとしましょう、ね、で B 銀行はまあ3000万の価値の土地がありますから、じゃあここに抵当権をつけて1000万円お金貸しましょうと、こういうケースです、ね、で会社1000万借りて起こしたんだけどなかなか事業が軌道に乗らないと、ね、今度は C 銀行に対して1000万円また、ね、借り入れ申し込みをしましたと、ね、で C 銀行はどうやって判断するかというと、今現在 B 銀行は1000万の抵当権がついてると、ね、ただし3000万の価値があるからじゃあうちも1000万お貸ししましょうと、ね、また抵当権をつけてお金を貸すと、ね、つまり同じ土地に対していくつも抵当権というのはつけられるよという、ね、これが今言った同一の不動産の上に複数の抵当権が競合する場合、ね、でこれでですよ、ね、まだうまくいかなくて最終的に D 銀行に、借り入れまたまた申し込みをして、ね、1000万円、申し込みをしたと、 D 銀行も、B 銀行さん C 銀行さんで2000万円と、ね、まあ、うちが貸して3000万、まあ、3000万の価値があるから、まあ、今回じゃあお貸ししましょうという形で抵当権をつけて貸したとしましょう、ね、で3つの銀行からお金借りたんだけどとうとう A さん返しきれなくなっちゃったと、ね、先ほど言った通り競売という形で売り飛ばされるわけですよこの土地は、ね、で売ってみたらなんと、ね、2000万でしか売れなかったと、こういうこともあるわけです、ね、そうするとまずは B 銀行が第1番目に抵当権つけてますから
この2000万円から1000万回収できます、ね、返済してもらいます。で C 銀行も残った1000万から回収してもらいます、ね、ただし D 銀行はもう競売の値段からお金返してもらえませんから、お金戻ってこないというこのケースからではね。ですから優先順位上の方じゃないと抵当権というのはね、お金を取りっぱぐれる可能性があるということで、まずは、その最初につけたところ、これが第1位だよと、まあ、こういう取り扱いをすりますんで、ここだけちょっとね確認をしておいていただければと思います。はい、それではですね、今度は次のページ、第2章ですね、ちょっと飛びます。第2章ちょっと見ていただいて、不動産の権利関係に行きましょうね。で、こちらのところの20ページを、ちょっとね20ページを分けいただきまして、不動産登記ね、まあものすごく大事なとこです。試験にも必ず出ますね。ここはしっかり勉強していただきたいと思います。でまず不動産の登記制度というところなんですけど、ちょっとここでですね一つ押さえておいてもらいたいのは、この登記、不動産登記どこで調べるかというと、これですね、まあいわゆる役所、市町村、まあ役所で調べると思っている方がいらっしゃると困るんで、これは市町村の役所ではなくてですね、登記所と言われるとこです。ね、まあ、法務局出張所という言い方もしますけれども、この法務局出張所、まあ登記所というところで調べますので、例えば地方に行きますとですよ、ね、まあ、具体的に言うと埼玉県の例を話をしますとね、例えば埼玉県の、まあ、入間市という市町村、それから狭山市という市町村ね、ございますけれども、この入間市の土地を調べたい、狭山市の土地を調べたいと、ね、いうときには、この先ほど言った通り市役所行っても分かりませんね、法務局登記所に行くわけです。ただし狭山市や入間市はですね、管轄が所沢の登記所になります、ね、ですからどこの管轄にあたるかというのは、特に地方の場合には、ね、3つの市町村で登記所1つということもございますので、これはね、もし何か調べることがありましたら管轄の法務局をまず調べてそこに行かなきゃダメです、ね、で説明としては、不動産登記制度は不動産の物理的概要、ね、まあ、物理的概要というのは姿形ですね、どこの所在でどういう面積で、ね、で権利関係、誰が所有者で抵当権がついてるのかついてないのか、まあ、記録して公示することですと、ね、で登記の内容は登記簿に記録され、誰でも登記所において手数料を納付して登記事項証明書および登記事項要約書の交付請求ができると、ね、試験的によく出るのはこの誰でもってところがですね、例えば司法書士とかの資格者だけしか調べることができないとか、ね、そういう問題は何回も出てますから、これ誰だって調べられるんだよと、ね、で手数料はですね、今はこの普通の印紙を貼ります、ね、昔は登記印紙というものを使ってましたけど、今は普通の収入印紙、ね、これで調べることができるんだよと。で最後のところもよく覚えておいてください。郵送とかですね、インターネットを利用して交付の請求ができる、ね、こういうシステムになりました、ね、これオンラインというシステムが出来上がりましたんで、今はインターネットや郵送でこれを調べることも可能になりました。はい、まずここが登記のね基本になります。で今度はですね、このところをちょっと見てもらって、登記の対抗力、ここはかなり試験によく出るところなんで、ちょっと気をつけていただきたいと思います。まあ、試験的にはこの定義を覚えてもらうしかないんですけど、不動産について正当な権利を有していても、その権利を第三者に対抗するためには登記が必要となると、これを登記の対抗力というとね。なかなか、まあ、暗記しなさいと言っても何のことを言ってんだかよくわからないというケースが、ね、あると思います。このケーススタディにも書いてあるんですけど、ちょっと書きながら同じ説明をしますよ
で、これ一体どういうことかというと対抗力。例えば A さんが自分の持ってる土地を、まあ、1000万円で、ね、売りたいと、こういう方がいらっしゃったとしましょう。で B さんに話持ちかけました、ね、B さん見て気に入ったと、買いたいと、ね、で9月1日に200万払って10月1日に800万円払ったとします、ね、そしたら同時にですね、実は A さん C さんにも話持ちかけてたとしましょう、ね、で C さんは10月2日の日に1000万円、現金一発払って、A さんからこの土地を買ったと、ね、で B さんはですね、お金は払ったんだけど登記しなかったと、ね、登記というのは自由ですからしなかったと。でただし C さんはお金を払った時にこの土地を自分の名前に登記をしましたと、ね、こういうケースです。果たしてこの土地は誰のものですかと、ね、こういうケースです。で不動産について正当な権利を有していてもっていうのは、 B さんは本来お金全額払ってますから本来は正当な権利があります、ね、ただし登記しなかったと、ね、つまりこの権利を第三者に対抗するというのは、この土地は俺のものだぞと、ね、主張するためには登記が必要なんだよと、ね、ですから C さんは全額お金を払った、ね、登記したと、そうすると C さんはこの土地は俺のものだぞと主張できるわけです。つまり登記はしてもしなくてもいいものなんだけど、しとかないと自分のものだと言えないというのがこの対抗力ということです、ね。まあ、このケーススタディの説明をちょっとして今しましたけど、これもちょっと一点ちょっとね覚えておいていただきたいと思います。はい、じゃあその次はですね、21ページのところ、借地権借家権の対抗力というところをちょっとね、説明したいと思います。でここはですね、ちょっと具体的にどういうケースかというと、人から土地を借りた場合の借地権や建物を借りた場合の借家権は、土地や建物の所有者の同意がないと登記できないと、ね、つまりですね、借地権とか借家権というのは本来、登記はできるんですけれども、地主さんや建物の所有者はダメだというケースが圧倒的に多いです。ですから現実的には登記されてないケースが圧倒的に多いということです。で、借地借家法という法律、何度もやりますけど、また後で出てくるところね、立場の弱い借地人、借家人を保護するために借地権については、借地上に所有する建物の登記により、借家権については建物の引き渡しを受けることにより第三者へ対抗することができると、ここをちょっと説明します。まあ、図表の 2-1 にも書いてあるんですけどね。例えば A さんが地主さんで B さんが借地人だとしましょうね。まあ、どういう状況かというと、 A さんの土地の上に建物所有を目的として B さんがここに建物を建てて住んでると、こういう状態です。これは典型的な借地権ですね。そしたら A さんは、まあ、何かの理由でこの土地もういらないから C さん買わないかと、 C さんが新地主になったとしましょう。この土地を購入しましたと、ね、で C さんは B さんに対してこの土地から出てけと、私はあなたに貸したくないから出てってくれと言い出したと、ね、でなんで C さんは出てけという主張をしたかというと、 B さんに対してこういう問いかけをしました、ね、あなたはこの土地に借地権の登記がしてあるんですかと、ね、先ほど登記の対抗力で勉強した通り、登記がなければ第三者に対抗できないと、ね、登記があって初めて権利を主張できると。で実はですね、この借地権の登記はほとんどされてません、ね、先ほど上でお話した通り、これものすごくですね、土地の所有者や建物の所有者は借地権の登記、借家権の登記嫌がるんですよ。ですからされてないケースが圧倒的に多いです、ね、ですからこのケースも仮に借地権登記されてないと、ね、で登記がないんだったら
B さんはあなたは私に勝てないですよと言い出したわけです。 C さんはね。だけど本来の登記の考え方は登記がなければ権利を主張できないんですけど、特別ルールなんですよ借地権は。ね、この借地人や借家人を保護するという解釈で、借地権が登記がなくてもこの建物が B さんの名前で登記されてればね、出てけと言われても出てく必要がないよと、こういうルールになってますね。ですから建物の登記が必要なんですよね。借地人さんの建物の登記がちゃんと B さんの名前でされてれば、新たな所有者の C さんに出てけと言われても出てく必要がないよとね。これが借地権のルールです。で、借家権の方はですね、比較的分かりがいいと思いますけれども、まあ、同じように A さんの土地の上に A さんのアパートが建ってると、ね、で B さんがここに、部屋を借りてる借家人だとします、ね、でこの時同じ理由で A さんは C さんにこの土地と建物アパートを売っちゃったと、ね、で新所有者になった C さんは同じように B さんに出てけと、ね、言い出したと。果たして出ていかなきゃいけないかどうかということです。で、皆さん方の中にもアパートやマンション賃貸でね、借りたことある方多いと思いますけれども、これ賃貸するときに借家権の登記ね、こんなもんしないですよ通常ね。ですから登記なんかされてないわけです、借家権はね。ですからこれもですね、ここに書いてある通り、建物の引き渡しを受けることにより第三者に対抗できると。つまりどういうことかというと、 B さんはここに住んでさえいればね、引き渡しを受けてれば出てけと言われても出ていかなくていいよと、こういうルールになってますね。借家権の登記は通常ないですから、住んでさえいれば新しい所有者に出てけと言われても出てく必要がないよと、これが借家権の方ですね。ちょっと言葉が難しいので理解しづらいところだと思いますけど、ここもちょっと試験の可能性があるところです。はい、それではですね、ユニット1、不動産の権利を終わります。